右側ほど abc の数が多く左側ほど abc の数が多いポリジーン遺伝とはたくさんの遺伝子による要因が一つの形質に影響を与えることを指す生物学用語対因子遺伝とも呼ばれる例えば身長に関わる遺伝子のうち一つの遺伝子座に a と a の2種類の対立遺伝子がある場合 a の数が一つ増えるにつれて身長が伸びる つまり AAAAA の順に身長が高くなるとする。相加的な場合は AA を基準として AA は AA の2倍の効果がある。これが別の遺伝子座にも適用でき、各遺伝子座の効果は累積的だとする。3つの遺伝子座がある場合 A、B、C の数が増えるほど身長は高くなる。3つの遺伝子座を持つ場合の相加的な遺伝効果は 渦のようなパターンになる。創価的な遺伝効果は一つの量的形質に関わる遺伝子座が増えるほど正規分布の形状に近くなる。ポリジーンの効果は多くの場合で創価的だが完全に創価的なことは稀である。ポリジーンモデルは多くの遺伝子座の効果をかなり単純化しているが、育種学などの応用研究では十分な成果を得ている。 ポリジーン遺伝の待機語としては多層遺伝がある。ありがとうございます。